iPhone を iOS9 にアップデートしたら、リフレクターヘミラーリングできなくなりました。3分考えて、リフレクター2を購入しました。撮影したら、なぜか iPhone の枠が撮影されてしまっていて、こんな映像になっています。と、前置きはこのくらいにして、今日は、深淵、アルテマバスター戦です。星5の黒魔法が使えるキャラがパワーアップするようなので、適当にメンバーを見繕いました。エアリスだけ、回復薬として選出。あ、全体にレイスのフレンドがいない？もう、勝てる気がしない。ライトニングさん、よろしくねー。では、いざアルテマバスター。わが、ひどい。わが名はアルテマ。時の彼方に忘れ去られし者、我は想像されて間もなく命に安置された。我が何をなすべきなのか考え続けた。長い間考え続けた。その答えがようやく出たようだ。おじいちゃん力を貸して。私、戦うから。守られるだけじゃ嫌だから戦うなお。はいはい、中二病がはかどる。まずはざっとアルテマバスター5分の1くらい HP を削るまで攻撃を与えていきます。ダメージを与えつつ、エクスデスはシェルガとグランドクロス。エアリスはケアルガしつつ、サンダガで支援。デシは魔力の歌で、魔力底上げ。エクスデスのグランドクロスは、カウンターデス対策や火ダメ対策に大いに役立ちます。スフィア降臨。ここから先はスフィアに攻撃を加えていきます。まず、スフィアに闇、聖、無属性攻撃を行うと、スフィアは変思考カウンターを発動。与えたダメージの 2.5 倍をアルテマバスターに、4倍をマナスフィアに与える。水属性攻撃を行うと、変思考回復カウンターを発動し、味方全体のフプを回復。回復量は与えたダメージの 0.4 倍。紳士かな？炎、雷属性攻撃を行うと、変思考暴走カウンターを発動。与えたダメージの10倍をアルテマバスターに与える。10倍だぞ10倍？じゃあ、炎と雷攻撃だけで攻撃すれば楽勝じゃないか、と言いたくなりそうですが、そうもいかないんです。雷属性はスピアへのダメージが少ないんです。一定時間経つと、スピアからエネルギーを吸収していきます。30%、60%、90%、120%、と4段階に分けて吸収していきます。このパーセンテージはスピア消滅後に使用してくる、アルテマ、アビス、の火ダメに影響してきます。90% までにスピアを倒せば、まあ問題はないんですが、120% になると、スフィアは消滅し、あげく、アルテマ、アビス、を使用してきます。120% のアルテマ・アビスは全滅必至と思われます。全滅必至と言いましたが、エクスデスはグランドクロスを使用しているため、アルテマ・アビスを吸収してくれます。しかしながら、スフィア消滅後はグランドクロスも意味をなさない、ファイジャービス、ブリザジャービス、サンダジャービス、サザンクロスを使用してくるため、ほんのちょっと全滅までの時間が伸びるだけです。アルテマアビスや、核属性アビスマトウ、
サザンクロス対策のために、エアリスの超必殺技、生命の鼓動を持っていきたかったのです。生命の鼓動の効果は、全体中回復と全体リレイズ。なんだこれ反則だろ。一度アルテマバスターと戦って、脱出して再戦を繰り返せば、フレンドに出てきたかもしれませんが面倒だったのでやめました。フレンドにライトニングさんを選んだ理由ですが、雷属性5連攻撃の必殺技であったことです。雷属性のダメージの10倍がアルテマバスターに与えれるので、使えるかなと。実際、ライトニングさんの必殺技を使ってみた結果は、一撃あたり約300ちょい。その10倍でアルテマバスターへは、約3000のダメージ。それが5発なので、計1万5000程度のダメージ。まあ、よかろう、といったとこです。ひぃ、怖い、次のチャージで 120%。お前ら、アルテマぶっ破すんぞ。気持ちいい。見ての通り、90% ならとりあえず、しのげます。そして、こっからが本番です。ギアがいるうちに、かなり HP が削れているので、どうにかなりそう。あとは天に祈りながら、ゴリ押し。あ、これ買ったな。ですですー。尊い犠牲のもと、アルテマバスターを倒すことができました。アルテマバスターは今回で4回倒してるんだけどね。今回はこの辺で、バイバイバイ。